今回のアウトドアライフは登山の実践編です。今日教えていただくのは登山ガイドの松島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日松島さん登りますのは檜山ということなんですけども、はい、この檜山の魅力を教えていただけますか。そうですね、ちょうど登山口が桂浜温泉でして、そこから頂上まで標高差が約400メートルなんですけども、頂上には大きな大きな岩があって非常に眺めがいいので、瀬戸内海の多頭美が楽しめる、素晴らしい山です。では一緒に登ってみたいと思います。はい、松島さん、登山の際にですね、はい、注意する点はどういうところがありますか。そうですね、登山歩き方なんですけども、自分の体力に合ったスピードで息が上がらない程度、おしゃべりができる程度のスピードでゆっくり登るということが基本です。で、特に登るときはいいんですけども、下りでよく事故が起きますので、石につまずいて飛んでったりとかですね、そういうことがありますので、特に下りはスピードをコントロールして、特に足元の石ころであるとか木の根であるとか、そういうものによく注意して、引っかかって転げないように気をつけて降りることが肝心です。これは花崗岩が風化してできた形なんですけども、特にこの倉橋檜山は花崗岩が非常に発達した山で、頂上に大きな岩がありますけども、でそれが風化して面白い形になるという感じでいいですね。足休めの穴、ここに足入れて休むんですかね。松島さん、登る際の姿勢ですけども、はい、どういった格好で登ればいいんでしょうか。はい、山はですね、起伏があっていろいろ大変なんですけども、特に腰から上、これがまっすぐ立っていることが重要です。背骨がまっすぐ立つ、首がまっすぐ立つ、頭がまっすぐ首に乗るというか、これが一番安定した形ですので、この姿勢を常に保ちながら、ゆっくり登ることです。で、傾斜がきつくなったりとかしんどくなったりすれば、歩幅を縮めてゆっくり歩きます。で、特に下りが危険ですので、下りでもスピードをコントロールしながらゆっくり安全に下っていきます。足の進め方はですね、大きく広げたりとか、距離を稼ごうとして大きく広げたりとかすると非常に不安定になりますので、小股でピッチ走法のように無理ない歩幅で歩いてください。松島さん、結構ゆっくり上がられるんですね。ゆっくりです。これぐらいのペースで行かないとお客さんがバテて、なるほど、ええ、さっきおっしゃってた話ができるぐらいの、うん、息が上がらない、おしゃべりができるぐらいのペースでゆっくり上がる。この方が景色も楽しめるんですかね。そうですね。特に山登り、山に来るとスピードを上げちゃってオーバーペースになって、それでバテてしまうということがよくありますので、で自分の体力以上に体力出ませんから、ある体力を使ってゆっくり無理なく登るというのが大事ですね。トレッキングポールですけども、はい、今回檜山は比較的低山ではあると思うんですけど、はい、こうした山でもやはり必要なんでしょうか。はい、そうですね、やはり転ばぬ先の杖という形で、登る時もそれから特に下る時も体のバランスを保つという意味と、それから特に下りでは長く伸ばして、これを長く伸ばして
先の方について、バランスをとって降りるという意味で、非常にこのトレッキングポールというのは有効です。上りは斜面に向かって上がりますので、少し短めにして杖代わりにしてバランスを取りながら登ります。下りは長く伸ばして、バランスを取りながら降ります。だから長さが変えられる、こういう長さが変えられるトレッキングポールが非常に便利です。特に荷物が重たくなったりとか、傾斜が急な山とかにはこのトレッキングポールが非常に役に立ちますので、ご購入されたらいいと思います。歩きやすさというより安全のために必要なんですかね。そうですね、バランスを保つのと安全のために、特に下りでは有効になってきますので、こういうダブルストックといいますか、両手にストックを持つのが有効です。これはスキーのストックのように手を入れるタイプと、それからこの頭の部分が T の字になって杖のような感じで持つタイプとありますので、自分に合ったものを選ばれたらいいと思います。私はこういうスキーのストックのようにリングがついたものをよく使っております。ここは松島さん、花が綺麗ですね。綺麗ですね。ちょうどつぼみのいい時期になりましたね。桜に続いてツツジが満開ですか。桜に続いて、これとかは藤とか、今からシャクナゲですかね、それが咲き始めますんで。今から暑くなってきて、マスクをしての登山も原則なんですけども、非常に息苦しさを感じるようでしたら、熱中症にもなりますので、ずっとつけっぱなしというんじゃなしに、山の中に入ったらマスクを外しても大丈夫な状況だったら外した方がいいです。周りに人がいなかったら特にいいんでしょうね。ここも本当ツツジの沿道ですね。ああ、素晴らしいですね。松下さん、今標高は？標高が170メートルぐらいまで上がってきました。ほとんど海抜ゼロからでしたので、島が見えるようになってきました。この景色は瀬戸内海じゃないと楽しめないですね。そうですね、素晴らしいですね。頂上行けばもっとよく見えると思うんですけど、こういうスマホに地図が出る、国土地理院の地図が出てくるようなGPSがあります。これはジオグラフィカというアプリなんですけども、あとヤマップとかいろんな種類があって、それを使うとこういうふうに歩いてきた軌跡がトレースされたり、今いるところのポイント、この赤い矢印ですけども、標高171メートル、バッテリーがある間はこれを見れば今自分がどこにいるかというのが分かりますので有効です。はい、そうですね、4合目ぐらいじゃないですかね。4合目。はい、じゃあまだ真ん中まで来てないですね。はい、目指すがあれが山頂ですね。そうですね。そちらですね、この分岐です。はい、この巻き道というのはどういう道になるんですか。巻道というのは、この斜面を横切る道という意味の巻道ですね。向こうの尾根を登るコースとこの尾根を登るコースと2コースあるんですけども、それをつなぐ巻道というか、これを向こうに行けば向こうの尾根のルートへ、
出ることができます。これまた眺望が違うということですかね。そうですね、景色が違いますんで、まあそうですね、これが 500m ですから 200m ぐらい離れた2つの尾根ですので、まあ、そんなに景色は違いませんけども、はい、そういうコースがあります。標高245、ここから見えるのが鹿島になるんですかね、向こうが。そうですね、あの橋があるのが鹿島ですね。いよいよ山頂が見えてきましたね、松島さん。おお、いい感じだ。いい感じですか。あれが後ろ檜山ね。 あそこは三角点があって、こっちの檜山よりも高いんですよね。あっちが455、こっちの檜山が408。はしごはなかったな。はしごなしで前上がっとってんだ。上がりよったんですよ、これ。子供らもこれを登りよった。これは松島さん、風が気持ちがいいですね。結構大きな岩で、まあ、落ちたらアウトですけど。本当ですね。あそこに温泉館が見えます。これはええ景色ですね。ああ、向こうの島もちょっと霞んでいいですね。霞んだ感じが。眼下に雲海が広がってる感じですね。呉方面が見えるかな。これが至福の時ですか。はい。もう そこが頂上なんですよ。そこに見えてる岩が、あの上にも上がれますから。こういう花崗岩が風化したマサドというか、これが滑るんですね。これが滑るんですね。はい、ジャリジャリと。この頂上の岩のこと、展望岩って。頂上の展望岩。あの辺に見えとるんが呉の町かな。ここは山頂ですか。山頂です。山頂展望岩です。さっき登った岩はその茶っぽい色ですね。
360度ですね。はい、あそこに見えとるのが呉の町で、後ろの高い山が灰ヶ峰かな。真島さんの目の前にあるですね。そうですね、あの町並みが見えるのが呉ですね。で、あの高い山が灰ヶ峰。どうぞ。大きな岩ですね、松島さん。大きいですね。線状あるんですかね。線状はないでしょうけど。この下に入れる岩穴があるんですね。あ、この下。はいはい。ちょっと見えませんね。見えませんね。